宮城県泉高等学校は、宮城県仙台市泉区小原十丁目にある県立高等学校。通称は泉高。1973年、泉市に最初に開校した高等学校である。その後、泉市が仙台市と合併したため、現在は仙台市内にある。泉中央副都市に隣接した証言団地内にあり。 約8万3000平方メートルの緑豊かで広大な敷地を要する。400メートルトラック、野球場、サッカー場、テニスコート4面ソフトボール場、球道場など、県内有数の恵まれた施設を有している。進学実績では、開校当初は私立大学の合格者がほとんどであったが、平成に入り国公立大学に年間50名以上、 地元の東北学院大学に150名近い合格者を出すなど近年着実に実績を上げている。2017年には国公立大学に過去最高の100名の合格者を出した。普通科、英語科ともに女子の比率が高く女子、男子イコール6、4もしくは7、3である。そのため普通科には女子専用クラスが存在する。 2006から8年度の文部科学省を指定、スーパーイングリッシュランゲージハイスクール研究事業、及び2013年度の文部科学省認定、コミュニケーションに英語愛の研究の成果を活かし、英語化、普通化ともにレベルの高い英語授業が展開されている。弓道部がインターハイにも出場するなど、宮城県内ではトップクラスの実力校である。その他に放送部が、 全国大会に出場している。1975年の春の高校バレエでは女子バレーボール部が総部3年目で全国大会に出場している。部活動ではないが、チアリーディング部の活動が盛んであり、24時間テレビのイベントなどに毎年参加している。ありがとうございます。